級危険区域。大垣峰がまさかとは思いませんでしたが。でもここ本当に大垣峰なんですか？ここに来るときに通りましたけど、大垣峰って普通に町が。それに他の特急危険区域と違って誰もここがそうだと知りませんよね。そうですね。ここと他との違いは存在が隠されていることです。結界を張るのは同じですが、その上魔法で認識できないようにしている。おそらく町と近いからでしょうが、わざわざ別に町を用意してまで。こんな近くに特急危険区域があるなんて知ったらみんな逃げちゃいますよね。でもそれって普通のことですよね。他の特急危険区域は公開されてて避難勧告が出てるのに、大垣峰だけ隠されてるのって変です。ですが隠されているのは事実。なぜでしょうか？というかこんな広い土地が知られてないっていうのが不思議です。魔法には違いないでしょう。聞いたこともありませんが、命令式さえ発見してしまえば何でもできるのは魔法ですからね。結界のドームもこんなに大きいのに来るまでは見えなかったでしょ。でも誰かが迷ってここに来ることも。そうならないような魔法なんでしょう。きっと想像もつきませんがね。とにかく私たちの役目はこの中の探索です。ここがなぜそうなっているのか気になりますが、それはまた別問題。クエストをこなしましょう。はい。特急危険区域って日本に5カ所ありますよね。公表されているのが5カ所ですね。ここを含めれば6です。その5カ所とここの違いって何なんでしょうか？さあ、つい最近まで学園では生徒会しか知らなかった場所ですし、もしかしたら生徒会の方なら知っているかもしれませんね。私黙っていられるかな？お気持ちはわかりますが、クエストの規約にあった通り、ここのことは学園内でも公害厳禁。知るのは代表生徒だけ。でも言ってもバレないかもしれませんよね。人の口に戸は立てられぬと言います。誰かが知れば必ず噂になる。噂の出所にはあなたがいる。それを突き止められるでしょう。じゃあネットで。いえ、それもダメですね。もしかして私たちそれも試されているんでしょうか？でもみんなのことを考えると。気持ちはわかりますが、規則は規則。慎んでくださいね。あ、はい。なんとか頑張ります。聞かなかったことにしておきます。転校生さん、あなたもどうぞよろしく。さあ、この辺りが探索区域です。悪いことは忘れて取り掛かりましょう。